はい、こんにちは、僕です。ゼノサーガ続きをやっていきましょう。前回無事ね、巨大グノーシスが終わりましたので、次はどこになるのかな？空海ファウンデーションになるのかな？今度はなんだ？チビ様？何かに追われてるのかな？チビ様の過去かな？どこですかね？地上ではなさそうだけど、空の色がおかしいですもんね。ガイナンって何なんだ？ガイナンジュニアって言ってましたよね。雨が降ってるよ。これ地上なのか？猫が転がってる。これがガイナン？猫なの？なんで？この猫がガイナン？今度はなんだ？どこだ？誰だ？チビ様が二人。ルベド？ 全然何かわかんないんだけど。これはこれでどこなんだろうな。これアンドリューにまとわりついていたものと同じじゃない？夢か。なんかね、喉を押さえますね。あ、で、666。これ気になってたんだ。手のひらに666。悪魔の数字だよね。翌日とかっていう概念、宇宙にもあるんだ。ここ、何ですか？これゾハル？とても厳重なコンディション調整を感じますけど。大きな箱。全部ゾハルが入ってんの？足の左右に6つずつ、向こうに1つ。真ん中のは？全部で13。それぞれのブロックに名前がついているようだな。目、いいんですね。どれどれ？見えるのか。アンデレ、ボアネルゲ、トマス、ヨハネ。なんか人の名前だね。フィリポ、マタイ、バルトロマイ、ヤコブ、タダイ、シモン、ユダ。あれ、それってあとはキリスト関連じゃない？マリーエン・キントと記されているようです。誰？それは知らない。マリーエン・キント、どこかで聞いたことある。マリーエン・キントってなんだ？マリアの子供という意味よ。ああ、じゃあイエス・キリストなんだ。ここは見るのもやばいようなものを入れるところさ。こういったな。見せてくれるんだ。ゾハルなのか。やっぱり金色だね。あ、全部金色なの？ゾハル？全部エミュレーターだけどな。あ、真ん中の文字が違う。バッチリ封印済みさ。どうしてゾハルがここに？まあ、商売はいろいろと手広く。それにこのご時世、グノーシス対策は避けて通れねえからな。連邦が重いケツを上げる前から備えは必要だったってこと。通路の先の部屋は何ですか？見て気持ちのいいもんじゃないぜ。見せてくれないの？そんなのばっかだな。やめとけよ。おすすめしない。何があるんだ？手広く商売といっても一財団でしょ。この船の武装にしたって先日強襲艦をはるかに上回るものが装備されているみたいだし、あなたたちって一体？元は政府の機関なんだけどね、一応。まあいいや、そんなに見たいならどうぞ。見せてくれるんだ。これ、モモとどっちの方が背が、モモの方が背が高い。何これ？グノーシス？グノーシスじゃない？違うかな？なんだこれ？人っぽいものもいる。何かしら？
言ったろ、おすすめしねえって。何なの？ここにあるものはすべて人間のグノーシス変容体のようです。変容体、人間から変化したもの。話には聞いていたが、大抵の場合は白化して砕けちまうんだがな、ごく稀にこんなこともある。ああ、俺たちはこの子を仮にベティって呼んでる。ベティ、直視するのはきついだろ。でもコードや番号で呼びたかないんだ。死人を物や数として見るようになったらおしまいだからな。女性なんですか？俺たちが最後に見た時は女の子だった。え、成長してるの？人間がグノーシスになるなんて、奴らの正体ってわからないの？ここだけでなく、捕獲されたグノーシスの残滓はたくさんあるみたいだが、正体解明の参考にはならなかった。それの構成物質知ってるか？いや、塩かな。 NACL 塩さ。本当に塩だった。あの半透明の体組織だって、その主成分は水や水酸化ナトリウム。そんな当たり前の物質がなぜあんな存在になるのか。奴らに接触された人間が例外なくグノーシス化するっていう事実から。そうなんだ。新種のウイルス説や別次元の生物がこの世界に存在するためにとっている仮初めの姿だって説まで。なんか雲次元の存在な感じがしてるんですよね。例外はないの？ないね、俺の知る限りでは。ああ、触られてるよ。アンドリューも別次元の生物、それでグノーシス化したの？だとしたら本体は別にあるってこと？どうだかな。まあ人間に対して敵意を持ってることだけは確かさ。もっとも人間に敵意を持つ存在なんて珍しくないけどな。主任、どうかしたんですか？顔色悪いですよ。なんでもないわ。なんでも。いつからこんなことが始まったのかしら。非公式にはここ数百年、それらしい現象は散逸的にあったらしい。けど、ある事件を境にしてグノーシスは歴史の表舞台へ飛び出した。ある事件？ミルチア紛争。たった一人の男の野心、開いてはいけない扉を開いた男。司令かな。ヨアキム・ミズラヒが災いをこの世へ解き放った。ヨアキム・ミズラヒ、この名前久しぶりだな。ユーティック機関創設の祖。それ桃の中に何かあるんだよね。グノーシスへの知的好奇心を抑えきれず、奴らを呼び寄せたんだからな。教授、ファウンデーションはその後始末と事実究明のために、戦後遷都した第二ミルチア政府が音頭を取って設立された。それが俺たちの本来の仕事さ。カモモがショック受けてる。しかしここ数年は平和そのもの。かといってファウンデーションの維持、特にゾハルの管理には莫大な金がかかる。そんなこんなで財団化、その後に一部門を民営化したらサイドビジネスで大当たりってわけ。モモが落ち込んでる。パパはそんな人じゃない。複雑だな、なんか人間関係というか。あ、自由に動けるようになりましたか。どうしよう、みんな話聞きますか。とりあえずモモのこと、ちょっと心配だな。どこへ行ったんだろう？うん、どこ行っちゃったんだ？あいつ、もしかして俺の言ったことを気にして。ここにある事実は、あの子には少し傷つぎたか。モモが何なのかは知ってるのか？ヨアキム・ミズラヒか。謎の多い男だ。広いな、ここ。シェリーさんに呼ばれているので、僕はデュランダルのブリッジに行ってきます。なんで呼ばれたんだ？ちょっとアレン君が。え、なに？アレン君名指しで呼ばれたの？珍しいこともあるんだね。モモちゃんどこへ行っちゃったんだろう？モモを探せばいいのかな？で、こっちの部屋入れる？入れるね。自由に確認できるんだ。これがジュディ。
特に調べられませんね。成長してるのかな。いや、グノーシスからは人間に干渉できるけど、人間からグノーシスには干渉できないから、なんか高次元にね、存在してるのかなって思ってたんですよね、グノーシスは。でも、実際問題何なのかわかんない。グノーシスに触られると、人間はグノーシス化するんですね。ただ塩になってたのはやっぱり本当に塩になってたんですね。塩になる人とグノーシスになる人がいるってこと？で、シオンは以前グノーシスに掴まれたから、グノーシスになってしまうのか。メールが届きました。新マップ追加。あ、もう早速行けるようになったね。巨大グノーシス内に行けるようになりました。これだけか。いや、じゃあ、モンモンを探しに行きますか。すごいな、壮観だな。ゾハルがこんなにたくさん出てくるなんて。待って、このね、デュランダルの中、広そうだな、また。どの戦艦も広いんじゃないのか、このゲーム。またメール。今度は誰？ベクターからの配当です。ああ、杉山証券。すでに完成している小型ビーム兵器へのコーティングが予定されており、これにより、ベクターインダストリーはビーム兵器開発競争で他社を大きくリードしたと言えます。この発表を境に、ベクターコムの株は上昇し、これに際して配当が企画されました。暗号解除キープラグイン？あ、それがもらえるのかな？このプラグインは暗号化されたメール内の特定のマスクを解除し、本来のテキストに復元することができます。この製品は4768年初頭に製品化が予定されています。あれ、今って何年なんでしたっけ？あれ、今何年なんだ？この4768年って西暦じゃないんですよね、確か。西暦じゃないよね。今から2000年、およそ2500年後みたいな感じじゃないと思うんだ。価格は1ライセンス7、765万 G。また今回の発表直後、軍需産業各社が現行の X のアクセサリーの価格を一律引き下げる方針を発表しました。これにより、X のアクセサリーの市場価格が一律1割程度引き下げられると予想されます。ふーん。添付ファイルがありますね。これ保存できる？これで OK なのかな？特に何も言われなかったな。あれ、仲間がコスモスしかいないぞ。今手に入れたのはプラグインモジュール。あ、ありますね。暗号解除キープラグイン。どういう時に使えばいいのかわかんないんだけど。暗号解読するみたいなコマンドはないもんな。既存のメールに暗号が仕込まれていたりとかはないのか、さすがに。わからん。まあ、いいか、とりあえず。この先は重要機密の保管庫になっております。ガイナン様、もしくはジュニア様の許可のある方以外は通行することはできません。ジュニア様のお連れの方ですね。先ほど一緒におられた女の子がエリアトレインに乗って出て行かれましたが、どこ行っちゃったの？何エリアトレインって。戦艦の中に電車が走ってるんだ。これか。これがエリアトレインか。隔離格納庫エリア駅。たくさんあるな。パークエリア、ウェイティングルーム、ブリッジ、レジデンスエリア、ドックエリア、シャトルランチ、シャトルローンチ、空海ファンデーション。どんだけ広いんよ。これだけで一つの街ぐらいの規模なんじゃないのかな。いや、まあ、しっかり探索していきましょうか。移動先、どこに行きますか？上から行きますか？ドックエリア。まあ、目的はね、モモを探すことだと思うけど。ドックエリアに寄ってきました。できればね、お店に行きたいところだけど、お金がないからさ、増えてないよね。減ってるんだよな。どちらかというとな。小さな女の子、このエリアじゃ見てないな。そういえばさっき、パークエリアで見慣れない女の子を見たってやつがいたっけ。
こんなかんだろ、小さな女の子なんて珍しいんだよ。あ、そうなんだ。パークエリアね、最後に行こうか。じゃあ知ってるか、このデュランダルはな、ファウンデーションの強制符としての機能も持ち合わせておるんだよ。言っている意味がわからんか。ま、この缶がファウンデーションに入行すれば、その意味が一目でわかるだろう。何かな？どうなるんだろう？あ、こらこら、ここから先は作業用の通路だ。危険だからこれ以上は行っちゃいかんよ。行けないんだ。ドックエリアだから、ここにエルザもあるんじゃない？あの、お茶行きませんか？違うな。どうしたんだ？あ、彼別に壊れてるわけではありませんから。ジュニア様からナンパの仕方を教わってるらしいので、その練習をしているんです。これレアリエンなのかな？あれ、ここからエルザに行けたりするのか？あ、エルザに帰ってこれた。久しぶりのエルザだな。特に用があるわけじゃないんだけど。ハンマーがいた。ももちゃんすか？見てないっすね。こんな時、ももちゃんに頼めば一発で居場所がわかるんすよね。そのももちゃんがいないんじゃ、お手上げっすよ。ちょっとね、この EVS でお金稼ぎに行きたいかな。そこのユーティック戦艦にもう一回行きたいんだよな。倒せてない敵がいるからさ。ただ今この状況で行くのは厳しいよな。コスモスしか仲間がいないからさ。艦長いた。どうした？何かあったのか？モモ？いや、こっちには来てないぜ。デュランダルの中でも散歩してるんじゃないのか？トニーもいる。モモちゃんがいない？さあな、見かけてないけどな。うん。あまり興味がないんだな、みんなな。じゃあとりあえず、エルザに来ても何もないだろうから、引き続き、デュランダルの探索だな。今ドックについているのはエルザしかないんじゃないかな。あれ、上に行ける？誠に申し訳ございませんが、ファウンデーション行きのランチの運行は休止させていただいております。お客様のまたのご利用を心よりお待ち申し上げております。あ、こっち行けない。あ、いや、行けるな。これ乗れるの？これ何？現在本館はミルチア中域を航行中です。ファウンデーション行きランチのご利用は今しばらくお待ちください。ここから空海ファウンデーションに行けるようになるってことかな。まあ今は行けないらしいですね。で、エスカレーターは、上りと下りちゃんと分かれてるんだ。ここがドックでした。セーブポイントどこにあるかな。あれ、最初にいたのってどこ？さっきのゾハルがあった場所ってどこなったんだ？なんか居住エリアに行ってみますか、じゃあ。あ、待って、セーブポイント今エルザにあったじゃん。忘れてた、セーブするの。いや、ちょっとデュランダル内にないかな、セーブポイント。なければあそこでセーブするか。居住区エリアですね。あ、今日の仕事はおしまいですか？いいですね。私はこれから交代ですよ。昨日カジノで取られた分、しっかり働かないとね。カジノまであるの？この戦艦には。しまった。ギャンブルに夢中になってたら、艦が出航しちまったよ。一人じゃファウンデーションに帰ることもできないしな。そんなことあるんだ。女の子？さあ、ここには来てないな。もし来てたらそりゃ覚えてるさ。この艦に女の子が来るなんて、一年に一度あるかないかだからね。じゃあ、このシオンのことも覚えられているのかな？レジデンスエリアが居住エリアなのか。ん？あれ？ここから外に出られる？あ、こっちか。いや、なんかその辺にセーブポイントありそうだなって思ったけど、ないんだな。居住エリアだからなんかお店とかありそうだけど、この間だけで一つのコロニー並みの大きさがありますからね。ファウンデーションの特性上、一般の都市に比べれば、はるかに治安はいいとは言っても、やはり私たちのような警察官は必要なんです。そんな戦艦でユーティック艦に突っ込んだんですね。大丈夫だったんですかね、この艦内は。ボルテージ。ボルテージ。なんか申し訳ないな。
シェリーさんとメリーさんっていいよな。凛々しいシェリーさんもいいけど、ノリのいいメリーさんも捨てがたいよな。どっちがどっちか覚えられる。なんだ、カードゲームって書いてあるよ。カードゲームってそういえば何なんだろう。なんかスターターパックみたいなのもらいましたよね、そういえば。何かミニゲームができるのかな。あ、セーブポイントありました。うひ、うひひひひひ。もっと今から勝負ですか。こういうことは運が全てですからな。お互い頑張りましょうよ。なんだ。何をしてるんだ。ここがカードゲームのする場所なのか。スモーキングエリア。喫煙所。俺のギャンブル人生の始まりを聞きたいか。カードゲームがギャンブルなのかな、もしかして。聞きますか。もうよくぞ聞いてくれた。いや、実はな、思い起こせば今から14年ぐらい昔のことだったかな。俺がまだが緊張だった頃の話さ。当時ミルチアに住んでた俺は、東京じゃん。よくミルチアパークまで遊びに出かけてたんだよ。ところがある日、ミルチアパークにあるピンク色のドームで遊んでた時に、大切なカードをなくしちまったんだ。その時なくしたカードを取り戻すために、俺は今日もカジノにいるってこと。あの頃の俺は体が小さかったから、ドームの中にも入れたんだよな。それなんだろうな。なんかそこに行く機会あるのかな、今後。でもミルチアってなくなったって言ってましたよね。おかしいな。チビ様に教えられた通りにやってるのに全然勝てない。何か違うのかな。なんだろう、カードゲームってどんなゲームなんだろう。ん、何よ。警官がこんなところにいちゃいけない。私だって人の子よ。生きていくためにはギャンブルの一つもできなきゃ。この人警察官なんだ。あ、なんかあった。カジノパスポートを手に入れた。あ、じゃあこれでカジノに入り浸ることができるのか。ここにね、EVS もありますし。あ、環境シミュレーターじゃないんだよな。これどうやってパスポートを使用すればいいのかな、ここで。なんかいろいろパスポートもらってるんですよね。あ、使えた。ネットワークカジノ。ああ、スロットとポーカーがあるんだ。何と交換できるんですかね。回復セット、闘争と休息、黄金ダイス。HP 死も一桁ダメージ増減。ブレイブハート、HP が少ないほどなんかギャンブル的な感じ。ああ、ゼータジストデラックス、武神の札、設定が01。秘密の設定が、あれちょっと気になるな。設定がめちゃくちゃあるじゃん。どんだけあるんよ。設定が30までありますね。カジノか、ちょっとスロットもポーカーもね、苦手だからな。まあ、機会があればちょっとやってみようかな。そこまでの時間があるかな、どうかな。じゃあここがカードゲームセンターみたいな感じね。こっち側にも行ける。このデュランダルは戦闘艦なんですが、数多くの民間人も働いているんです。まあ、指揮を取っているシェリーさんとメリーさんはそんな無茶をしないので、さほど危険はないんですけどね。あ、でもジュニア様が一緒の時は私たちも覚悟を決めてるんです。普段ジュニアが乗っているわけじゃないってこと？メインはシェリーとメリーなんだね、多分。任務上仕方のないことなんだけど、ここは一般人にはきつい仕事が多いよ。主だったクルーはみんな特殊な能力持ってるからな。一昔前は念力とかテレパシーとか言ってたんだろ。ああ、俺もそんな力が欲しい。そんな特殊な人間ばかりいたんですか。すごい職場だな。どんな仕事があるんですかね。この辺は、あ、お店があるな。お店があるなっつってもお金はないからな。アクアジスト S 言ってるけど、正直ね、S じゃもう回復量足りないんだよな。デラックスが欲しい。ライダーグローブだって。ケイオス用か。桃用プラチナロット。ジュニア用？あ、ジュニア用？これ仲間になるのかな？近々。
いやでもね、このメンバー変えるかな。モモとコスモスは外す気ないから、シオンと入れ替えるかな。どうしよう、プラチナロッドぐらい買っときますか。ちょっとね、何にお金かかるかわかんないから、ちょっとあんまり無駄遣いできないんだよな。ジュニアの銃。ん?シオンの必殺技、スロットシュート用。MK にパワーロス効果。弾丸が売ってる。初めてだな。装甲欠損。あ、なんか変わるんですね。能力というか効果が。うわ、どれも欲しいけどな。パワーロスってどういう効果なんだろう。装甲欠損はわかるけど、物理防御力ダウンとはまた違うのか。あ、マシン系ですね、これね。マシン系とバイオ系とグノーシス系に分かれるんですよね。それぞれ使い分けなきゃいけないんだ。へぇー。ちょっと装備が売ってる場所は見つけましたんで、ちょっとね、録画外かな。録画外でお金を貯めに行きますか。結構離れた場所にお店あったな。遠いな。まだ人がいる。もしよろしければ、シェリーメリーファンクラブに登録しませんか?今登録されますと、彼女たちの生写真がついてきます。登録できないの?あれ、登録できないのか。今月あと一人勧誘しないと、ノルマ達成できないんですよ。あれ、はいともいいえともできないんだけど。私先月もノルマ達成できなかったんで、このままじゃジュニア様に怒られちゃうんですよ。もしよろしければ話が戻っちゃった。登録できないのか?EP ドラッグ A。この辺のドラッグも一回使ってしまった方がいいかな。結構溜まってるんですよね。まだあるんだよな。こっちには何があるんだ?部屋があるな。この辺は客室という感じなのかな。人がいないもんね。これ何?壊せる。その扉壊しちゃっていいよ。ここ何?シャワールーム?あ、違うな。ロッカーか。ロッカーというかクローゼット。何の音?エアコンの音かな、これ。空気清浄機かな。結構いろんなところに壊せるものがありますね。いや、この部屋はそれぐらいかな。ああ、で、その以上先は行き止まりになってました。そしたら、セーブポイントどこにありましたっけ?ゲームセンターにありましたよね。そのあたりでセーブをして、続きはまたね、次回やっていきましょうか。あれ、待って、手前ってまだ何かあるのかな?もしかして。居住区の探索、こっちの方にまだ行ってないや。あっちまだ行ってませんね。この辺、ここで最後か。ここだけ確認して終わりにしようかな、じゃあ。人がいる。人じゃねえ。人じゃなかった。お、珍しく、客人か。熟睡したって俺が見張っててやるぞ。あー、宿屋か。宿屋っていう概念。あれ、左は壊せないのか。ここ客室なんですね。だって今体力ってどうなってるんだっけ?まあ、回復してるんだよな。だから特に休む必要もないんですよね。まあいいか、これでじゃあね、この居住区も探索も終わりなので、一旦今回はこの辺で終わりにして、また次回ね、引き続き。このデュランダル探索をね、やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。